こんにちは、Pです。リバース。なんでもやクエスト。アンダーソーサーに来てます。はい、掲示板から受けてみます。地下で踊る道化。懐かしい。あんたはコルネオの。レズリーだ。ここで何してるの？それにその怪我。別れた女を探し回って、その結果ここにたどり着いたんだ。はい、ウォールマーケットについて。ウォールマーケットはアニアンたちが七番街の避難所として解放した結果、随分と人が増えて。さらに騒がしい街になってるよ。ただコルネオの力を失ってシンラとのパイプもなくなったからな。正直なところ、いつ潰されてもおかしくない状態だ。マムが動いてくれているらしいが、どうなるかな。七番街はまだまだ先が見えない状態だ。竜巻被害でハイウェイが崩壊したのは知ってるよな。それに加えて突然の社長交代だろ。シンラは七番街どころじゃないのさ。特にスラムへの対応は全て後回しになってる。今は住民たちが瓦礫の撤去作業と行方不明者の把握を進めているみたいだ。彼女の名前はマールって言うんだ。ウォールマーケットであんたらと別れた後、俺はまずマーレの知り合いを当たってみたんだ。ただ当然コルネオから逃げた女の情報をコルネオの手下だった男に教えてくれるわけもなくてね。なんとかミッドガルの外に出たって情報だけを手に入れて、それからは街を転々としながら地道な聞き込みさ。それで実は、でも生きてたんだ、よかったね。ここを仕切っているロンリーゲスのパーティーである女が景品にされている。ミッドガルから逃げてきた訳ありの女らしい。それが俺の尋ね人じゃないかと思ってな。景品？信じられない。ロンリーゲスは紳士とは言えない。その怪我は？パーティーでやられた。パーティーなんて呼んでるけど、ゲス流のねじくれた冗談だ。実際はモンスターと遊ぶことになる。命がけでな。そこであんたに仕事を頼みたい。パーティーに参加して景品を勝ち取ってくれ。今でも何でもやなんだろう。まあな。頼む。うん、取ってやろうよ。引き受けよう。うん。パーティーは5人1チームで参加できる。モンスターとボス、タイマンバトルだ。1対1？挑戦できるのは人間だけだ。あんたらならきっとやれる。コルネオ杯で優勝した力見せつけてやってくれ。いや、強いのかな、じゃあ。ウォルネオ杯強かったもんね。パーティーに参加したいのか？ああ、ゲスパーティーに、はい。1名だよ。全員1名？
ユフィじゃないじゃない。え、なんだこれ。ああ、はいはい、どうしたね。次は入れ替えられないね。わっ、これ電気かな。飛んでけ。砕けちゃう？大丈夫？やっ、行ってて、飛んでけ。行ってて、
ガレット以外の全員なんだね。あ、そっか、ヘッドシーンも出れないか。ガレット、レイチみたいですね。つけてるかな。うわ、ついてないな。回復は結構ついてると思うんですよね。まだまだ。どうよ。いいですね。残さず食らえよ。そっちか。あれ、遠距離的にかわいいね、これね、普段。残さず食らえよ。このまま続けんぞ。追い詰めた。いいですね。あと一番なんかくるいっちょあがりってな。次はティファですね。カズチマテリアつけてあるかな。つけてないかな。あー、はいはい。あ、ついてないね。じゃあ、ピンチを。あんまり色を使ってないから、なんかスキルが上がってないけど。クラウドですね。風マテリア。まさか負けるわけにいかないよ。クラウドなんだから。はい。一番マテリアとかね。うん。ここから。クラウドなんとか。まだなんとかって言ってる。いいチームじゃねえか。しかし遊びはここまで。こっからが本番だ。そんじゃお前ら叫ぶ準備はいいか。我らが最高傑作ジョーカーのお出ましだ。なんだこの人。クラウドなんとかはこの散れられた道家に打ち勝ち、製品の可愛子ちゃんを手に入れることができるのか。攻略サイトによると一戦のたびにね、バッテリーの入れ替えができたらしい。うん、見破れるかな。見破れるんだね。はい。連続でソウルスチールが避けられると自分からエネルギーを絞り出そうとヒート状態になる。
け。うまくいけないあるかな。あるね。マイチる。何してる？何それ？まだ？視線を切り裂く。もう普通にいいじゃない。慣れてる。何かあるんだよ。まだラバーしてる。ハートだって。視線を切り裂く。ここでしか終わらせる。ん？これ？来てるか、リミット。おお。反転削れるから。あ、倒した。さすが。さすがリーダー。片付いたな。反応させてもらったぜ。しかしまさか俺様の秘蔵をこうやっちまうな。チクショー、最悪だぜマジで。いくらかかったと思ってんだ。チクショー。次だ、先を見ようぜ。俺様とお前の未来をよ。どうだクラウド、俺様の戦績にならねえか。チョコボレースにバトルグラウンド遊びまくれるぜ。断る。はは、釣れねえな。今なら特別待遇で迎えてやるぞ。どうだ、女はどこ。お、なんだ、可愛い子ちゃんが目当てか。お前はすんのいいのかな。よし、特別に女をおまけしてやるぜ。何でもやと俺様の仲だ。遠慮すんな。だから専属になるけん考え直してみねえか。ねえ。あ？お、ここにも可愛い子ちゃん。姉ちゃんも俺様の専属になるかい。はっ。うわ。二度と人を景品にしないで。もし景品に人が混じってたら手加減しない。いい？はい、クリア。見て、可愛い子ちゃんってクリアし。恋人さんと再会できた？別人だった。ミッドガルからの観光客だったらしい。ゴールドソーサーで詐欺にあって売られたって話だ。上に送り届けて保護してもらったよ。なんだ、残念だね。再会はお預けだ。諦めないからな。それであんたらはこれからどうするんだ。旅の途中だ。手に入れたいものがある。俺たちいつも何か探してるな。幸運を祈るよ。うん、レズリーも。残念だったね。はい、地下で踊る道具クリアです。ちょっとね、はい、残念な結果でした。はい。まだ何でもやクエストあると思います。はい、頑張ります。ではまたです。バイバイ。